どうも、ヨシーと申します。よろしくお願いします。今回の動画なんですが、 iOS 12から14のアクティベーションロックのバイパスについてやっていきたいと思います。というのも、iFlip というアクティベーションロックのバイパスツールがサーバーダウンで使えなかったんですけど、それが復活しました。なので改めて使い方をお伝えしたいと思います。毎度お話ししている注意事項です。脱獄や非推奨ツールのインストールは自己責任でお願いいたします。それでは作業をやっていきましょう。それでは必要なもののダウンロードからやっていきましょう。こちら iFlip ですね。 iFlip ファイル、こちらの方をダウンロードしていきます。で、こちらの方にリンクがあるので3つほどありますね。で、確かね、 Google ドライブの方に行った時に、あれ、ファイルないぞっていうことがあったので、こっちのメガの方、こっちの方からダウンロードしていきましょう。広告がめっちゃ出てくるんですよね。そう、この広告をね、やり過ごすっていうのがめちゃくちゃめんどくさい。こんなの初めて見た。一つだけ違うものがある。これだね。で、なんか広告また飛ばされるのにまた戻って、チェックと。で、次へか。で、今度はこいつが違うね。また飛ばされる。飛ばしすぎだろ。チェック。OK、チェックが入りました。コンティニューかな。また広告だ。何度広告出す。すごいな、広告の量が。はい、チェックついたからもう一回クリック。また広告。で、もう一回こっちと。ほら、何度やらせるの。ほら、もう無限ループなんだよな。そう、前やった時もこんな感じで。あ、ようやく来たね。ようやく来ました。もうこのリンクをさ、ちょっとね、やっぱ保存しといた方がいいよね。ちょっと保存しとこう。で、ここから、ダウンロードですね。ダウンロードと。OK。ダウンロードできました。続いて、脱獄ツールのダウンロードです。USB メモリーに書き込むチェックレインをダウンロードします。続いて、WinLane のダウンロードです。本来は、どんなデバイスでも、この WinLane だけで脱獄できれば一番いいんですけど、WinLane で脱獄できないデバイスがかなりあります。なので、先ほど USB に書き込むチェックレインをダウンロードしてもらったっていう感じですね。それでは、もろもろ設定をやっていきましょうか。この iFlip ファイルなんですが、こう回答しようとすると、ほら、パスワード聞かれるんですよね。で、iFlip のサイトにパスワード書いてあるので、これを入れれば OK です。で、OK と。ただ、それとは別に、ほら、中にちょっとウイルスが入ってるよっていう風に出てきてしまって、せっかく回答したのに、中のファイル消えちゃうんですよね。削除されちゃう。ほら、消えた。いや、勝手に消さないでよ。使うんだから。まあね、セキュリティ上ね、もうそういう仕方ないですよ。ということで、一回削除して、設定から、更新とセキュリティ、で、Windows セキュリティ。Windows セキュリティを開く。で、ウイルスと脅威の防止。で、設定の管理と。で、リアルタイム保護をオフと。はい。これをしてあげることにより、回答しても消えないと。展開と。OK。さっきパスワード入力したから、
通にあれですね、回答できちゃいましたね。もう一回パスワード入力するのかなと思ったのに。それではですね、ウィンレインで脱獄を行って、で、アイフリップでバイパスするということをやっていきましょう。iPhone6 の iOS12.5.7 と、NEXT を押します。OK、リカバリーモードになりました。そしたらスタートを押します。OK、来た。で、放置。おお、行ってる。うん、OK そうだね。で、ダウンを押して、これでバッテンで消して OK で、そしたら、で、これで実行を押すと。怖っ。赤いよ。めちゃくちゃ危険ですっていう風に言ってるような感じだね。マルウェアだって言われてるね。まあ、一応これ実行します。OK、そうだね。で、このジェルブレイク君。これがまあ、イエスになってるところは、まあ、脱獄できてるってことですね。もしこれがノーだったら、脱獄できてないっていうことなので、またウィンレインをやり直すっていう感じです。まあ、イエスになってるんで、まあ、脱獄できているという証ですね。今、ステータス赤になってるんですけど、バイパスできないよと。その、シリアルナンバーの登録が必要なんですよね。で、このクリックヒアトゥレジスターフリー、これを押すと、ブラウザーが立ち上がるので、で、これで一番上をクリックすると。そうすると、こういうサイトが出てくるんですけども、ここですね。シリアルナンバー、ここに入れろと出てくるので、シリアルナンバー、ここ、マウスでここをクリックすると、シリアルナンバーがコピーされます。これで、ここを貼り付けてやれば、はい、OK ですね。で、カウントダウンが0になったら、ボタンが出てくるはずです。OK。そしたら、このボタンを押します。OK。これで、シリアルナンバーの登録ができました。これでバッテンに消します。で、まだこれ、ステータス赤いままなんですが、これ多分切り替わらない。切り替わる処理が多分今うまく動いてないんでしょうね。本当はこれ登録したので緑色になるはずなんですけど、多分このまま普通に使えます。一回消してみましょうか。一回消して、本来消さなくてもいいんだけどね、一応ね、確認のためにね。ほら、ステータスが緑色になってますね。これで OK です。バイパスハロースクリーンっていうこのボタンがあるので、こちらを押します。このセンキューっていうなんかポップアップが出てきたんですけど、ね、これが、まあ、その SIM ネットワークを使えるようにしたいんだったら、このはいを押せよっていうことなんですけど、要はお金払ってくれたら SIM ネットワーク使えるようにできますよという、要はそっちの方に誘導するためのポップアップですね。まあ、裏を返せば、今この無料で使えるバージョンだと、まあ、SIM ネットワーク、SIM 使えないですよっていうことになります。まあ、だから基本的にこの、フリップファイルは SIM 使えないです。有料でお金払えば使えるっていうことらしいんですけど、私はそこまでして SIM ネットワーク使いたいと思わないので、
まあ、これはいいえで OK です。はい、これでバイパスできたはずです。ただやっぱね、このキーボードのところでなんかくるくるして先に進まないんですよね。そう、これ前もやった時こんな感じになって、でこのまま待ってれば先進むのかどうかわかんないんですけど、ちょっと私短気なんで、もうせっかちなんで、もう消します。一回これバイパスが完了してますね。ただやっぱりその一回今再起動しちゃったので、チェックレイン、あ、ほら消えちゃった。やっぱ再起動しちゃったせいでチェックレインが消えちゃったんですよね。なのでシーディアを使いたかったら、もう一回このウィンレインで脱獄を行うと。ダウンを押すと、起きてるね、チェックレイン。ティック。で、シーディアをインストールと。前質問でコメントいただいたんですけど、シーディアって必ず入れなきゃいけないんですかみたいな。そんなことはないです。脱獄アプリが使いたかった場合、シーディアをインストールすれば OK です。OK。これでシーディアが入りましたね。iPhone5S ですね。12.5.7。これでできるかやってみましょう。NEXT。ああ、そういうことか。あなたのデバイスは成功率が低いですってことらしい。ベリーローってなんだと思ったら。一回やってみようか。やってみます。で、ここからスタートを押します。電源ボタンとホームボタンを長押しして、電源ボタンから指を離す。やっぱりダメでしたね。やっぱ iPhone5S だとうまくいかないっていう感じですね。次はですね、iPad Air ですね。12.5.7。こちらの方でできるかやってみましょう。NEXT を押します。あ、これもなんだ。これも成功率低いって言われてる。じゃあ OK を押しましょう。OK。OK。さあ、どうだ。やっぱりダメだ。USB でこう起動するチェックレインの方を作りたいと思います。なのでまずこちらを回答します。OK。で、ルーファスが入ってるので、こちらを開いて。で、これはいいえでいいか。もう USB が今刺さってるので、こちらの方に入れていきます。で、選択ですね。選択で、この ISO ファイルを選択して開くと。で、その他は MBR で、これもそのままで OK か。これでスタートを押します。で、はいと。書き込めたら閉じるを押しますと。そしたら一度パソコンの電源を切り、 USB メモリーからチェックレインを起動します。 Windows が入っているハードディスクよりも先に USB メモリーを読み込ませるようにするんですが、パソコンによって設定方法が違うので各自で調べてください。パソコンの型番スペース USB 起動とかそんな感じですね。
あとは BIOS 設定とかブートメニューとか、そんな感じで調べれば出てきます。スタートを押しますと、でネクストと、でそしたらよしと、でスタートを押します。電源ボタンとホームボタンを押して、電源ボタンから指を離す。これで抜き差しをすると、OK、 来たね。まあ、スタートを押します。で、スタートを押します。電源ボタンとホームボタンを押して、電源ボタンから指を離す。うわぁ、やっぱエラーコード31出ちゃうんだ。出るんかい、エラーコード31。これで抜き差し、おー来てるね。iFlip によるバイパス方法は iPhone6 と同じですね。シリアルナンバーを登録してバイパスハロースクリーンを押すだけです。やっぱりこの2機種ともバイパス後のキーボードの設定でずっとくるくるが回って先に進まないんですよね。でも電源を一度落とし、もう一度起動すれば、ホーム画面が表示されます。あとは質問が来そうなことをまとめて答えておきます。アプリのインストールは可能です。ダウンロードする際に Apple ID とパスワードを入力してください。もちろん iTunes で曲を入れることもできます。あとは iFlip の場合、画面パスワードをかけても問題ないです。パスワードをかけたい人はかけてください。ということで、
iOS12 から14のバイパスについてやっていきました。一応私の方で試した結果をまとめてみました。こちらになります。 WinLane で脱獄できたのは iPhone6 だけでしたね。 iPad mini 2でもちょっと WinLane で、やってみたんですが脱獄できなかったです。 iOS12 から14のバイパスと言ってるんですが、私の手持ちでですね iOS14 のデバイスをもう持ってないです。今 iOS14 のデバイスを持ってるって人もなかなか少ないと思いますので、最終 OS バージョンが iOS12 のデバイスを軸に話を進めさせていただきました。 iPhone 5S や6などのバイパスの質問が今でも結構来るので、動画にさせてもらったという感じですね。少しでも参考になればと思います。今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。ではまた。